中の、まあ、海王星までしかないわけですけど、その中の木星、ジュピターを選んで、で、この前夜祭のタイトルがみんなでジュピターになりました。で、最初にお聴きいただきましたのは、アーロン・ホープグランド作曲、市民のためのファンファン、迎撃運動オーケストラのブラスセクションの皆さんの演奏でした。皆さん拍手。Thank you.
感を込めて聞いてみたいと思います。歌を入るところ気をつけて聞いて、聞いといてくださいね。いきなり歌が出てきます。それではオーケストラの皆さん、チューニングお願いします。
ティーン、タッタッティーン、それから例えば途中のこの具体的な場所で言えば最初の方がいいですね。例に出して2番、練習番号の2番ありますか。例えばこれはタッ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 タって2拍目にアクセントがあったのが次はタッ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 ってひっくり返るんです。そういう仕掛けをうまくピアノを聴かせてあげるとこの曲のビルが出てきます。でタタタタタタってやっていってる上で中間のソシドドミレシミファミレってのが出てくるわけです。すべてのメロディーが関連性があってできてるんです。だからそのパッパッパっていうそのあのメロディーの持っていく勢いっていうのが感じられるといい演奏になるんです。だからそこら辺のところを皆さんうまく出してあげましょう。例えば2番というところにはペサンテと書いてあってロトトロトトって弾くようになってますけども、その前のところで例えば37小節目のトランペットなんていうのは軽く弾くようにスタッカーとかにタッ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 、そういうところもうまく出るといいですね。あとはシンコペーションの感じ方です。ラッタッタッラッタッラッキッタッタッ、こういうのがあのうまくシンコペーションの上のこういうギザギザの波形